皆さんこんにちは、富山大学の学長の斉藤です。本日は富山大学の方からメッセージをさせていただきます。まず最初に富山大学のことについてご紹介申し上げます。富山大学は休学部と附属病院があります国立の大学です。約1万人の学生と2500人余りの教職員が集って、ここで日々いろんなことを勉強しております。富山大学では課題解決型講義というものを推奨しておりまして、今までの一方的な授業ではなくて、皆さんと教員が一緒になって考えていくという面白い大学を目指しています。これまでの高校時代と違って、教員と学生の諸君が一緒になって考えて課題を解決していきたいというふうに考えています。どうか皆さんと一緒にこの大学で学んでいただきたいと思っております。皆様のご入学を心からお待ちしております。理事副学長、入試教育担当をしております磯部優子と申します。よろしくお願い申します。私から総合型選抜の概要についてご説明申し上げます。本来であれば総合型選抜の説明会を開催し、皆さんに直接ご説明を申し上げるところでしたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、今回は動画を使って総合型選抜の概要についてご説明を申し上げます。本学では人文科学、社会科学、自然科学、生命科学、保健医療及び芸術文化の各分野に高い関心を持ち、幅広く豊かな教養と専門的な知識や技術を生かして地域と国際社会に貢献しようとする高い志を持つ者を受け入れるため、複数の受験機会や多様な学生を評価できる入試を提供しております。令和3年度入試から人間発達科学部、経済学部、理学部、都市デザイン学部の4つの学部で総合型選抜の入試を実施します。総合型選抜とは、これまでアドミッションオフィス入試、栄養入試という名称で実施していましたが、大学教育を受けるために必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性を持って多様な人々と共同して学ぶ態度の学力の3要素に重点を置いて、本学で学びたいという意欲や目的意識を持った方々を適切に評価できるよう改めた能力、意欲、適性等をより多面的、総合的に評価・判定する入試方法です。各学部の入学者受け入れの方針、アドミッションポリシーに基づき、詳細な書類審査と時間をかけた丁寧な面接やプレゼンテーションなどを組み合わせて行われます。総合型選抜の特徴として次の3つがあります。1つ目は、本学で学びたいという強い意志がある方々に対し、高校からの推薦などによらず、皆さんの意欲により自らの意思で出願することができることです。2つ目は、志願理由書など本人が作成した資料を積極的に活用し、皆さんの能力、適性、意欲、関心等を多面的、総合的に判定することです。3つ目は、本学が実施する試験や大学入学共通テストの成績も用いて、大学教育を受けるために必要な基礎学力の状況を把握することです。総合型選抜では、富山大学に入学したい、本学で学びを深めたいという熱意と意欲を高く評価します。それでは、総合型選抜を行う学部・学科ごとに選抜方法の詳細などについてご説明いたします。それでは、材料デザイン工学科の入試について説明します。まず、募集人員について説明します。材料デザイン工学科の募集人員は60名です。その内訳は、
一般選抜の前期日程 A 方式20名、B 方式20名、後期日程13名、総合型選抜3名、学校推薦型選抜4名、そして帰国生徒選抜、社会人選抜、若干名となります。以後、総合型選抜について詳細を説明します。入学者選抜方法の欄をご覧ください。総合型選抜では、書類審査である第一次審査、面接形式の第二次選抜、そして大学入学共通テストの3種類の選抜をもって判定します。第一次選抜では書類審査とし、自己推薦書、志願理由書および調査書を総合的に評価します。第一次選抜の合格者に対し、面接、グループディスカッション、プレゼンテーション、レポート作成を課します。この第二次選抜では学習意欲、理解力、観察力、論理的思考力、表現力などを総合的に評価し、合格者を決定します。続いて、第二次選抜の実施内容について説明します。グループディスカッションでは、試験当日に提示する課題について、4、5人程度でグループを作り、40分程度の時間でディスカッションを行います。プレゼンテーションでは、グループディスカッションで行った内容について1人5分、質疑応答を含めて10分程度の発表を行います。レポート作成では、グループディスカッションで行った内容について60分間でレポート作成を行います。面接は、材料デザイン工学科への適性を問う内容について1人10分程度の個人面接を行います。最終合格者の決定は、第二次選抜合格者に対し大学入学共通テストを課し、大学入学共通テストの合計点400点満点中210点以上の場合を最終合格とします。大学入学共通テストの科目は2教科3科目です。数学1、数学 A100 点、数学2、数学 B100 点、リスニングを含む英語200点の計400点満点となります。この基準点は、共通テストの難易度によって変わるものではないことに注意してください。最後に、入試のスケジュールを説明します。図をご覧ください。9月末に総合型選抜の第一次選抜、10月中旬に第二次選抜と続き、大学入学共通テストは1月に実施されます。なお、試験実施日の正確な情報など、詳しくは富山大学ウェブサイトおよび学生募集要項をご確認ください。以上で、材料デザイン工学科の入試についての説明を終わります。材料デザイン工学科で学びたいという熱意のある方をお待ちしています。